アイプロモ TV 札幌でっかいの、あれ違う違う違う、そんなわけで控え室でこっそりと動画を撮ってますが、ちょっともう絶対そこのテーブルの前に人が集まってそうですね。縄文スプラッシュとか置いちゃってるんですけど手に俺の私物をみんな触ってます、ね、置いてあるな、触るの誰か禁止って言ってきた、ね、堀山さんとかそうですね、触っちゃダメよ、触ってますね、触ってる、誰も言ってないですね、人の全人私物をみんなで触ってますから厳しいですね誰かちょっと言ってきてもらってる、まあ、ちょっと今日はグッズがこの辺ね、オリジナルグッズ発売も含めて、プレゼントということで、すごいね、すごい、新作、そうですね、新作はこれで、あれ皆さんも本出すんですよね、時がやってくると思いますよ、また本出たらねそうですね、ちょっと俺のサインが入ってますわーすごい、わー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 はい、というわけで北海道の夜でございますが、はいはい、男3人で、うん、おっと、ススキノですかと思って、いや、もうそれ、言っちゃダメです、俺全然知らないですけど、まあ、これから、うん、テレビ塔から雪がね降る、あれはテスラタワーですか、あれ違う、すごいテスラタワーっぽいですね、スカラー波が出てるやつです、あれは、ね、フリーエネルギーがねやってくるかもと、出ましたということで、はい、なかなかいいじゃん、わ、目の前に、うわ、すごいっすね、東京タワーですね、ここは東京だぜ、東京タワー、なんかイベントやってんのか、あ、ついにクリスマスツリーが、ドドドンと小谷さんに一番合いそうですね、はい、あのクリスマスツリーにヤタガラスが乗っかるヤタガラスどっから、左左から、結構人集まってんね、これもこれもこれもテレビ塔だって、これ左がテレビ塔っす、でそこがツリーっすね、でそこから右の方に街が広がってんね、誰か歌ってる、そんなわけで夜の街を楽しんでおりますが、今からジンジンジンギスカーベーヌワーナーニャ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 ーましたけど、いやいやみんなちょっとね、どっかんどっか湧いてた、どっかんどっか湧いてた、まあちょっと鳥さんもいじっときましたねちゃんと突然来るからね、船が一発目必ずゆきさんだからそうって思ってちょっとみんななんか構えれるもんね、本当にもうなんかヘリ飛んでる、私がびっくりするのよそこで私がびっくりするのよ、あれヘリ飛んでますよこの時間に何何人人人ギスカーイエーイ、じゃあ
ドドドドドドはい。そうですね。全然ですけど、いやでも俺もああなんかこうあれですね。ようやく全然ですけど外国人みたいに。テンションが。ちょっとさんのテンションが。行かれちゃいます。疲れてるのとお腹空いてるのでちょっと違う感じになる。であと寝不足寝不足。朝早かったもん。なんか寝不足は俺大丈夫なんですよ。あそっかそっか。やばいですよ。完全寝不足ですもんね今日そうだね。もう3時4時まで平気で寝てるのかなって。そういやあの例のね勘で強くなってますから。ああ例の勘でね。まあうちのね兄貴の名前が勘って言うんでね。本当ですよ。また引き寄せちゃった。本当ですね。すぐ引き寄せちゃったねえ、うん、さすがさこれはいかんどんどん出る、まあ、どうでしょうか。出る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 。あんまりだけどこういうギャグは好かんですか。まだ言ってちょっと昭和っぽいけどね。昭和っぽいよ ねやっぱりもうね一仕事終わってくからもう、ね、そう、もう解放されたからね今ね解放されてるんだ。まあ俺のギャグはいつでもね保管してください。おっとすごいな。さすがラッパー。そんな感じで僕のギャグももうあかんです。おっともう絶好調だった。絶好調すごいすごいすごい。なんで笑うよ。もう感動する。ね感動しますね。お父さんのいや何なんかちょっと全然無の顔で言ってるよ。感動します。早く食いたいんじゃない。感動する。ライスとか来たら生き返れますね王子はね。そうですね。鳥さんの顔も疲れてきてましたね。いやもうだって朝早いもんね。朝早かった、うん、3時起きでしょ。お疲れ様でした。しかもねきっと精神っていうか神経的には寝れてないかもしれない、うん、早く起きなくちゃいけないってことでしょ。そう何回か目覚めましたでしょ、うん、それでもほとんど寝てない緊張状態ですよね。そう、これ遅刻したらやばいし、まあ、朝早いぐらいだと前日の方が絶対いい。私もそうだなって確かにそうだね。だからさあなた方はそうやって大型に鍋奉行をやらせた。大型に鍋奉行をやるわけですよ。通常私の鍋奉行なんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ライスなんて来たら辛いっす。おっとまだまだ続く。ご飯も美味しそうよ。ね、はい、確かにギャードしますね。本当は鳥山のことが嫌いっす。何や何だとは。でもね、なんだかんだでね、鳥さんに行ってまた今日すごかったでしょ、みんな。いや、もっとないっす。鳥さんが活躍する未来っす。すごいなジョーさん。今までの中で一番なんかジョーさん見直した。俺は話がうまいっす。もうちょっと違う。今度連発よ。まだまだ売れますね。まだまだ売れますか。ジョーさんさ疲れすぎスースー言ってるだけや。